は、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回はコスパ最高ベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ戦車たちの紹介になってます。今回もベスト11ということで、安くて強い11名ですね、紹介していければなと思います。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。まずはですね、パストゥグローリー、アダムスですね。まあ、かなり値段安くなってまして、3万5千コインほどで買うことができますね。44ではあるんですけれども、中盤の選手としてペースがね、96素晴らしいですね。速さはね、しっかりあるという風な選手で、ドリブルも軽いですね。本当にポジション、ボランチだけじゃなくてサイドハーフとかもね、やる選手になってますので、結構ね、ドリブルの持ちやすさっていうのはありますね。ただその分若干フィジカルがなかったりとかはしますけれども、十分ねボランチ選手の守備力はあると、でパスも上手いと、なんで基本的にまあ軽くて扱いやすいっていう風な選手、フィジカルの理不尽さはないっていう風な感じではありますね。まあプレイサルプラスね、一応インターセプトのプラス持ってますので、まあ素晴らしいところと予測とかブルーザも一応ついてるという風なことなんで、まあ3万5000、まあ4万弱ぐらいで買えるのはすごく安いなと思いますね。そして続いてはフッティーズヒーロー、キングですね。キング値段は5万コインぐらいかな、ほんと底値になってると思いますね。逆足4は、素晴らしいですし、プレイスタイルを見てもプラスでブロックとかついてるのはいいと思います。ただやっぱり予測がプラスでないなっていう時はありますね。ちょっとすり抜けちゃったりとかは、うん、あります。ただまあペースもねめちゃくちゃ遅いわけではないですし、リアクション冷静さも高いと、まあ普通に使えなくはないなっていう風な選手になってます。まあ5万、まあ多分こっから安くなって4万ぐらいになる可能性はあるんですけれども、さすがにそれは安いかな。普通にまあ守備はできる時はあるんで、もちろん代わりは多くいてしまう選手かとは思うんですけれども、値段を考えるとコスパにはなるかなと思いますね。そして続いてはパストゥグローリー、ダニオルモですね。ダニオルモ値段は19万コインぐらいかな、20万弱ぐらいで買うことができます。55になりまして、オーベル98までいって、まあ能力めちゃくちゃ高くなってますね。特にドリブルめちゃくちゃ軽いし、スピードも速くって、テクニカルプラスついてますんで、まあテクニカルを使っときゃいいなっていう風な選手にはなります。特に推進力があるテクニカルをね見せてくれますので、ラピッドないですけれども、やっぱりドリブルとペースが速いからか、オルモの固有のあれなのかわからないけれども、結構ねテクニカルの速さっていうのは、うん、しっかりありますね。でシュートも上手いですし、フィジカルが若干ないだけ、かな、なんでこれ20万は結構安いかなと、思いますので、すごくおすすめの選手ですね。そして続いてはパストゥグローリー、ザビツァーですね。ザビツァーも値段的にはすごく安くなってまして、4万コインぐらいかなで買うことできますね。一時期はね60万とか言っていた選手になりますので、まあ今のこの現状はすごく安いなと思いますね。まあ何回か紹介をしているんですけれども、バランスいい中盤ですね。少しドリブル重たいけれども、フィジカルね、強くって攻守にわたって動けるという風な選手ですね。ペースもね別に遅くはないし、かつプレイサル見ても予測とインターセプト守備についてるのは素晴らしいなと思いますね。まあここにラピッド、テクニカル、クイックステップなんかがあれば、もう少しこう使いやすかったのかなという風に思いますけれども、まあ4万はさすがに安いですね。そして続いては TOTS パラルエロですね。パラルエロ値段は7万コインぐらいかなで買うことができますね。スキル4のアタッカーになるんですけれども、速さと軽さ、細かさっていうのがある選手になってますね。だから結構多くの方は使いやすさを感じるんじゃないかなと思いますね。ペース99に加えてラピッドのプラスもねついてますので、こうサイドをこう切り裂けるという風な選手になってますね。またテクニカル、クイックステップなんかもありますし、今週もね一応ついてるのありがたいなと思いますね。まあ、本当にサイドアタッカーの選手としてスキル4でも良ければおすすめになってますね。そして続いては TOTY ベリンガムですね。ベリンガムの値段は20万コインぐらいかなで買うことできます。めちゃくちゃ安くなってますね。スキル4、逆足4ですけれども、やっぱりベリンガム固有の
力だったり AI の良さっていうのがしっかりありますね。もちろん S とか TOTT ほどではないんですけれども、現状普通にトップクラスの選手にはなれるかなと思いますね。まあベリンガム使ったことないっていう方はこのベリンガムでも十分だと思いますし、まあかなり値段安くなってるのですごくおすすめですね。そして続いてはフッティーズサンマキシマンですね。新選手になるんですけれども、値段的には27万コインぐらいかなで買うことをできます。まあ、プレミアムでね、ケミも気にすることないし、もっと高くなるかなと思ったんですけれども、もうほんと終わりの時期ですね、このカードが27万っていうのは。ただまあプレイスタイルプラス的には微妙っちゃ微妙なんですよね。テクニカルしかまあいいものはないっていう風な感じなんで、そんな良くはないんですけれども、ただドリブルの使用感っていうのは本当に素晴らしいですね。一応レーサーも99になってるっていうのもねいいんですけれども、ペース99とドリブル99なんで、で本当に55ですし、これでもサイドアタッカーというかサイドに置いてそこからドリブル仕掛けるっていう役割を与えてあげればすごく活躍できる選手になってます。特にドリブラーの方なんかはこのカードはすごくおすすめになってますね。そして続いてはフッティーズアイコンストイチコフですね。ストイチコフ値段は13万コインぐらいかなで買うことできますね。こちらも55素晴らしいですし、こちらもねテクニカルのプラスがついているということは素晴らしいなと思いますね。あとクイックステップなんかもあると、で今週もあると、で基本的に能力すごく高くなってます。本当に普通にこの選手をエースで戦える力っていうのはありますし、パスもねある程度出せると、でドリブルに関しても全然軽さはある選手になりますし、シュートもかなりうまいと、でペースもね速くてフィジカルもちょっとあるっていうのもいいポイントになりますね。まあ本当に5-5ですし、使いやすくて強いという風な選手ですね。でそして続いてはフッティーズヒーローボンパストルですね。ボンパストル値段は10万コインぐらいで買うことできます。この人もめちゃくちゃ安い、マジで安いなと思いますね。もちろん LB の選手多く強い人いるんですけれども、10万の強さではないですね。この人はもうちょっと高くあってもいいんじゃないのっていう風なカードですね。基本的にドリブルすごく軽くって持ち運びもしやすくって、まあ攻守万能な LB 選手にはなってますね。もちろんフィジカルがちょっと弱かったりとか、まあまだちょっとジャンプはねカンストしてないし、一応エアリアルプラスもついてないんで、空中戦のまあ弱さっていうのは感じる場面はねあるとは思うんですけれども、まあ地上戦では予測のプラスねしっかり発揮してくれますし、容赦なしなんかもありがたいなと思います。でクイックステップなんかもね白でついてるしっていう、で能力もねすごく高くて、地上戦の守備に関してはまあ全然できるよっていう風な感じになってますね。でかつ攻撃に出ていった際のまあ違いを作るドリブルとかパスっていうのはありますので、本当この人すごくおすすめかな。ちっちゃいねサイドバックでもいいっていう方はめちゃくちゃおすすめになってますね。そして続いてはグレイツオブザゲームアイコンバラックですね。バラック値段は14万コインぐらいかなで買うことできますね。逆足号素晴らしいですし、まあザビッツァーのちょっと上位感になるかなと思いますね。基本的に攻守万能という風なことで、少しドリブルね重めなんですけれども、その分フィジカルが強かったりとか足が伸びたりとかする選手になってますね。まあテクニカルのプラスがねついたっていう風なことがバラク結構でかくって、ここで若干まあドリブルの重みっていうのを改善してくれてるような気がしますね。予測とかがあればなお良かったかなという風に思うんですけれども、インターセプトついてますし、パス面もね、うまいという風なことで、一応シュートもね今週ついてるっていう風なことですね。まあ、本当に普通にペースも速いですし、サイドバック起用している人もね中にはいますし、一応エアリアルね白でついてるかなと思いますんで、まあ、サイドバック起用でも自分は全然ありだと思いますね。そして続いては TOTS グリーズマンですね。グリーズマン値段は19万コインぐらいで買うことできますね。この人もいつまにかめちゃくちゃ安くなってますね。20万弱ぐらいで買えるという風なカードになってます。まあ5-5のグリーズマンという風なことで、もちろんパストゥーグローリーよりかは弱くなってしまうんですけれども、まあ、OBR 自体ね1しか変わらないし、普通にこのカードでも
全然やれるよっていう風な選手にはなってますね。能力もちろんすごく高くなってますし、フィジカル少しね弱いですけれども、それ以外は、全く問題ないなっていう風な選手ですね。かつプレイスタイルプラス3つですけれども、3つもね結構いいんで、クイックステップ、テクニカル、コンシュ、全てねいいものついてますので、まあ、これ20万弱はまだねちょっと安すぎるんじゃないかなと思いますね。こちらがコスパ最高ベストレブンになります。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなだったらチャット登録、高評価お願いします。それではバイバイ。